ジャス回避、オッケー、こういうこと、ジャス回避してしまえば、なんも、これジャス回避、あ、オッケー、こういうこと、あ、そのピヨピヨは違う、ジャス回避、こういうこと、あ、もう全部回避しちゃう、そんな関係ないから。皆さんどうも、ココナスです。中央でバントラッシュ楽しみましょう。今回ですね、別れ入りユミルフィのね、ペアをやっていこうかなと思います。新しくコビーのね、新イベントメダルが登場したと思うんですけども、これのね、おかげで赤犬さんが、まあ、めちゃくちゃに強くなったのではないかというところで、環境にもしかしたら溢れ返ってるかもしれない。ただそこでね、シャンクスさんを狩る赤犬が増える、で、赤犬を狩る別れ入りユミルフィでいけば、環境青属性返り咲きあるんちゃうということでね、この二人やっていきたいと思います。ジェラ編成分かれるこんな感じ、ユミルフィこんな感じになっております。割とねこのペアが生配信とかでやってても勝率良かったんでね、今回このまま頑張っていきたいと思います。ということでどうぞ。はい、そしてですね、赤犬さん増えたかなと思ったらしっかりとシャンクスさんばっかりでしたということでやっていきましょう。よろしくお願いいたします。とシャンクスばっかりだとな、まあ、でもあれだよね、脳筋な考えにはなるかもしれないけど、全部ジャスト回避さえしてしまえばさ、あの別れりさんはまあ永遠に避けれるから問題ないよねということでやってきたんです。残念でした、隠れてます。でこれ多分ね飛んでくると思うんだよね。あ、逃げちゃうタイプ。あそこに赤犬さん見えた。でこっちちょっと気を引きつつもジャス回避オッケー。もう作戦失敗してったんだけど大丈夫、一旦これ距離感だけ置かせてもらって、ジャス回避オッケー、こういうこと、ジャス回避してしまえば何も、これジャス回避、あ、オッケー、こういうこと、ジャス回避してしまえば何も問題ないから、そのピヨピヨは違う、ジャス回避、こういうこと、あ、もう全部回避しちゃう、そんな関係ないから。こう、もう、めちゃくちゃに楽しい。めちゃくちゃに楽しい。いや、これ取っちゃうか。で、流星火山じゃなくて、犬神グレンの撃ってんのは見えてるから、おっと、弾の早いね。だがしかし、まあ、ここの猛火分はまだ耐えるであろうと。で、ジャス回避ぶち込み、あ、まあ、なんやかんや、あそこ4取り成功いたしました。てか、めちゃくちゃ引き続けてったよね、今ね。シャンクス1、2、3引き続けてからの赤犬さんも来たような気のせいかな。ということで、まあ、さっきの、なんか、たくさんジャス回避できたのは、個人的にはね、嬉しい。最近で一番嬉しいね、ニュースだったかなと思うんですけども。で、こっちの攻撃に合わせて、しっかりと無敵合わせていきますと。で、ここは早打ちで、しっかりとさよならバイバイ、シャンクスに大狩り、強いね。で、あっちの赤犬さんもいっちゃおうか。赤犬さんに対しても強く出れるのが、そう、このユメルフィーということで、ナイス、強い。あ、こっち来ちゃった。待って、でもこれね、赤犬さんに対しては、あれにしたいんだよね。こっちの体型戻してから行きたいんだよね。オッケー。で、ここで、ザッ、ザッザッザッ、回避誘ってからのザ。あ、ちょ、あれ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 、さっきのまでいい感じだったのに。あ、マルコさん、こっち来ちゃってる。で、待って、赤犬ね、ちょっと先にしょっていくか。赤犬は、まあ、任せてください。もうやっちゃいます。赤犬さん、でも、この赤犬さん、うまいんよな。いっちょ、間合いがち。間合いがち決めていきつつも、で、これ一発っといてからの、流星火山ジャスト回避ぶち込み。で、ここ回避ないんで、スキル2で、さすがに KO できますと。赤犬さんに対しては、こういう感じで、さすがにさよならバイバイ、強く出れるというね、まあ、さっきの夢ルフィのところの、なんか、グダグダ感は、ちょっとまあ、忘れてもらいまして、しっかりと皆さんの記憶をね、喪失させてもらいまして、ここはもう味方さんにお願いするか。んで、真ん中ちょっと、わかりさん一人だと、まあ、いささか不安ではあるんですけど、まあ、変なとこしちゃった。まあ、ここちょっと頑張ってね、あ、待って、真ん中さん、誰か、真ん中さんじゃねえわ、真ん中さんじゃねえわ。大丈夫かな、ここ一人でも頑張って守るしかないよな、でも。いや、守っていこう。大丈夫よ。だって全部ジャスト回避すれば関係ないんだもん。全部ジャスト回避しちゃえば関係ないんだもん。全部ジャスト回避しちゃえば関係ないんだもん。全部ジャスト回避すれば関係ないんだよね、ワカレーリーって。いや、楽しいな、やっぱり。あー、全然赤犬さんいなかったー。きついよ。シャンクスしかいない。頑張ってこう。頑張ろう。まあ、今回も同様ね、ジャスト回避大作戦でやっていきたいと思う。ジャスト回避大作戦っていうか、もうジャスト回避しか脳がないよな。さすがにワカレーリーさんは。ということで、頑張っていきたいと思うんですけれども、いや、こっちちょっと2方向に一方向、アングル一点大集中作戦でいきたい。で、これ多分シャンクスさん飛んでくる。見えてるよーん。みみ、見えてるよーん。で、ジャス回避してった。あそこはもうユミルフィにお願いして、初期型狙いに行きたいと思います。で、こっちのシャンクスさんは、はい、こっちのシャンクスさんにお願いしちゃって、頑張って逃げていきたいと思うんですけど、さすがに、しっかりと、ここら辺は、ま、攻撃されるまでちょっと耐えてきます。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、嘘つきました。ごめんなさい、嘘です。いや、もう一回ちょっと待って。二度目の正直行かせて。これ待って、ウルージの攻撃来るまで、耐えるわ。オッケーオッケーオッケー、耐えてった、偉い。で、ここは避けてって、まずあそこのシャンクスさんから、なんで危ない、全然当たってなかった。あっちの、おっと
おっと、そのタイミング、あそこのルージさんは、まあ、赤犬さんにお願いすれば大丈夫なんで、ここ一生懸命取ろうか。オッケーオッケー、取れる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 、オッケーオッケー取れるってく。ジャスカイ引き見る、ちょっと早かった。待って、逃げろ逃げろ逃げろ、危ない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 。真ん中の旗でもあれスキル1使ってんの見えてるんで、ウルージの方に飛べば、まあ、なんとかなるので、ウルージにめがけて飛ぶことによって周りのシャンクさんも勝っていくと。でこれブーストきますんで、ブースト来てからスキル2寄っていきたい。ブースト2じゃなくて、ブースト2じゃなくて、いった。待って、ウルージさんでもタゲ取れるから、うわー、そこの隕石邪魔すぎ。待って、ウルージにタゲ取ってシャンクスかる。早かった、ごめんなさい。これカウンターあるから、まあ、ウルージは様子見て、ここの隕石めちゃくちゃ邪魔だったね今。ここ飛ばしてくる、痛い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 、さすがにその巨漢は飛んでくると痛いのでは。まあ、一発これ回避してんの見てから、しっかりと飛ばしてきます。オッケーで、これ取っていくわ。いや、ワカレイリーさんのこのやっぱ吹っ飛ばし強いよね。しっかりと吹っ飛ばして、またスキル1が短縮されることによるこの機動力の素晴らしさよね。あっちの旗は味方さんにお願いしちゃっていいかな。どうだろう。1対1の状況。いや、マル、危ないよ、ジャスカイ決める。オーケーオーケー、取らせないよ。いや、逆にこっち、いや、弱いな。それはちょっとあれだな。でも、ここのマルコは、あそこの、何、赤犬さんにお願いしちゃって大丈夫だから、ここ、間合いがちか、いけるか。やばい、よろき向こうあるよね。だよね。あっちの旗は正直、もう味方さんにお願いするしかないから、で、あそこ回避する。あー、マジか、ダウンして、ダウンした。いや、赤犬さん、お願いします。そこは赤犬さん。もうかして、燃えて燃えて早く燃えて、危な、攻撃来るかと思った。よかった、耐えた。あそこはまあ味方さんで、ここは飼い主さんいるから安心安全でお願いしちゃう。誰誰誰誰誰誰、ユミルフィ、ユミルフィは待って、任せて任せて任せて。あっちはジャスカイ氏入ります。ごめんなさい、出しゃばったことしました。だけどもここでもう回避あるんで大丈夫ですよというようなね感じで、最後ルフィに飛んでっていけばまあ大丈夫。めちゃくちゃやられてったわ。ということで、まあ、なんやかんやね勝ちました。対戦ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、赤犬さんがね環境に吹いてるだろうという見積もりでね、別れでやってきたんですけども、まあお相手さんね、赤犬さんがまあ一体もいないというようなところだったんですけども、おい、それ届かへんのかい。絶対届いたと、ちょっと逃げて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 、いや間に合う。絶対届くと思って今の届かへんのかい、それは。だがしかし、ここは取り割り気味はくるりん、届く。これ握れないね。からちょっとまあ距離を置かせてもらって、まあシャンにお願いしちゃいますかと。でも様子を見つつもね、まあしっかりと吹っ飛ばしてって、ここザッザッザーで一旦吹っ飛ばせば、まあスキル値がね短縮できますので、いい感じにねちょっと頑張っていきたいと思います。ジャスカイ切れつつも、これジャスカイ切れます。吹っ飛ばしてまくるよ。どんどん吹っ飛ばしまくるよ。行っちゃって行っちゃって、どんどん吹っ飛ばしまくるよ。1回ミスるとやばくて、だがしかしここも飛んでっちゃって、ジャスカイ引いちゃって、で、キョ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 、1回ミスるとやばいんよ。はい、ということであれなんですけれども、まあ飼い犬さんがいないとちょっと別れに厳しいよねということで、そのままユメルフィやっていきたいと思います。さあ、ここら辺はシャンクスさん体力ないんで、まあ距離感だけ、はい、このタイミング合わせていく。で、あ、当たってんな。ま、むて、当た、まあ、いった。抜いちゃって一旦回復しますか。でも相手さんとこれはね、もう、先にはブーストは来ますので、これはお肉食べに行くか、一旦。多分お肉だよね、この時間帯。オッケーオッケーオッケー、お肉食べる。で、あそこはもう流星火山にお願いしちゃいましょうかと。で、ここね、戻りつつも、まあ、別れ入りルフィって個人的になんか結構好きなね、組み合わせになるんですけれども、四季にめがけて、ここドンしとく。しっかりとぶち込んで、ジャスカイ入れてからの、ここバカ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 バーンと、決めていく。さらにはシャンクスも買っていく。いや、いい。いいね、夢ルフィ。たるか、うわ、最悪だわ。攻撃力リセットされたんだけど終わった。マジ最悪、マジで最悪、このリセット。シャンクスさん多分俺の方に飛んでくるから、ちょっと逃げつつも、体型戻す、無敵になる。で、ここさりげなく6番シャンクスぶち込み、はい、さようなら。見えてるよ。ここからですね、また多分、近づきすぎるとあれなんですけども、見えてる。さあ、これは早め話、さようなら。でシャンクスとこの体力でやり合うのはちょっと厳しいんですけれども、多分スキルに残ってるよね。いや、戻る。はい、オッケーオッケーオッケー、任せて、これでいける。はい、シャンクス狩り、決めつつ、でゼファー先生、これ今破棄状態ないんで、多分このまま突っ走っていく。ああ、普通にこっちにやられた。はい、でも最後の機動力別れりいくで。まあ、夢ルフィ別れりってなんか好きなんだよな、個人的に。あそこら辺は四季大丈夫でしょ。だからシャンクスさんのとこだけジャスカイ入れる。あ、なんかベーのみたい。何これ、何これ。変なところにタゲ取ってしまった。変なところにタゲ取ってしまった。やばいやばいやばい。ちょっと待って、変なとこタゲ取っちゃう。それ良くないよね。ちょっと、
別れりの良くないとこ出てるよ今の。今別れりの良くないとこ出てる、危ねえ。ありがとうございます、先生。ということで行きましょう。今さ500位ちょっとぐらいのとこにいるんだけれども、なかなかね赤犬さん、まあ絶対ねいなくはないんだけれども、まあ結局シャンクスがねどうしてもちょっと多い感じにはなっているんですが、まあ頑張っていきましょう。これさりげなく避けれる、あこっち来られて、待ってシャンクスさんこれ飛んでくるよな。まあ一旦でも真ん中これね魚人島取らないと思うんで、様子見てねしっかりと守っていきたいと思います。であそこゼファー先生がいるっていうのがきつい。これシャンクスさん飛んでくる見えてる、避けて、赤犬さんに対してねちょっと対面で向かっていきたいなと思うんですが、結局相性の敵にね、頑張っていきたい。でここ流星火山しっかりと避けて飛ばしていく。でさらには赤犬勝っていく。じゃあ回避入っていく。オッケーオッケーオッケー。でこれでね、赤犬さんのまず無敵をねすぐに剥がせるっていうのがいいところではあるんだけども、ヤマトこれ通り終わりが多分カウンター来るよね。カウンターだけ様子見て、多分ウタちゃん攻撃するか。ここはしないタイプ。オッケー、だなら飛ばします。オッケー、しっかりと勝っていきつつ、まあ赤犬に対してはねやっぱこういう感じで強く出れるっていうのはすごいいいよね。でこれシャンクさん買っとくか一旦。オッケー、買っといて、で真ん中の旗取り、ま、真ん中じゃないここ取っていく。いやこちらこそありがとうございます本当に。うわうまそれはうまい、あたそれはうまい。さりげなく指揮きた。さりげなく指揮きた。さあここちょっと逃がしたくない。オッケーオッケーオッケー。これはもうお願いしよう。とで、マートブーなんで、ここはしっかりと耐え切っていきたいと思います。おでんさん来たい。ちょっと距離感だけ置かせてもろて、あれお肉かな、さりげなくお肉食べに行こうかな、この時間帯。待って、お肉じゃない。まあ、二陣だけちょっと取られないようにだけね、気を引きつつも、一番さんこれ KO できそうだな。待って、言うて一番さん KO できそう。はいはい、ここはちょっとお蕎麦しっかりと借りつつも、で、さよなら、吹っ飛ばす。間に合う、さあでも言うて魚人島国ってあれだな、魚人島はあの分かり入り先だしあんまだね。今更なんだけど魚人島のまあ分かり入り先だしはちょっとあんまりというところで、まあここは飛ぶね取り返していきたいと思います。いや皆さんでも下行ったからここ行くべきか迷うんだけれども、一旦ここのおでんさんだけ勝っとけばお相手さんねゲッターがひとまずはなくなると。これジャス開始でさよならバイバイ。オッケーで、ここからひとまずお相手さんゲッターいなくなったんで、どうにか巻き返して返して一発回誘っていてからの一発回誘っといてからの、ここでいや全然回避しない。だがしかしここは巻き取れる。でゲッターモードなんでダッシュ速度上がります。はい強い。んで裏取り注意なんでここはもう一回すぐに戻っていきたいと思います。でお蕎麦があそこね。オッケー、お蕎麦があそこステルスしてる。お蕎麦あそこね。お蕎麦本当に嫌いなの、わかるかな。お蕎麦本当に嫌いなの。ちょっとここ守っていくわ。四季でもここ見てくれてるんだ。真ん中来てる。待って、取り終わり際、すぐ間に合う。で、これ、旗握れば一瞬で取れる。はい、よかった。お蕎麦、本当に嫌だね。これ、カウンターとかなんか来るんじゃないかな。で、終わり際、しっかりと殴り続けるよ。これは止まらないからのバイビッチョー。楽しいね。